元衆議院議員。沖縄開発政務次官を務めた。沖縄県国上郡国上村出身。海軍航空学校卒業。国場組創業者、国場光太郎の弟であり、創業にあたっては共同経営者であった。1968年、第8回立法院議員総選挙で当選。1970年11月15日、沖縄の 初めての国政参加選挙で当選し、中央政界入り、福田派に属した。1973年、中川一郎を率いる自民党内で最も強い、反響を掲げた、党内最右派グループ補正乱会の結成に参加。1974年、沖縄開発政務次官に就任。1975年まで務めた。1976年、 再び、沖縄開発政務次官に就任。1977年、同政務次官を退任した。他に、衆議院決算委員長、同環境委員長などを歴任。その後、宮里松瀬を後継に指名。1986年に、衆議院議員を引退。同年、君二党局日、重光明を受賞。1988年には、 沖縄健康老舎に選ばれた。1989年2月20日死去。去年76。のぶ、聖4人。足富治は、元秘書である。AB、社説。呉谷秀信さん死去経済の重鎮革命に、足跡社説。沖縄タイムスプラス。2021年10月2日閲覧。ありがとうございます。